油断の時に感染が広がる。あるいは学校、授業中の学校の広がりというのはそうでもないけれども、サークルや合宿所やそういった中での広がりが今でも問題になっているということはご承知の通りです。右の下、インフルエンザとこのコロナとの感染の広がりの特徴というものをはっきりしてきました。インフルエンザは1人から2人、2人から4人、8人、16人、面で広がっていくから、だからこれは学級閉鎖になる。一方で新型コロナは1人から5人に広げるけども、5人のうち4人は発症するけど広げない。その1人が次につなげていくという、その線で広がるという、時々クラスターが見える。それが、無症候感染者がそれを作り出しているということも一つ大事な事実になります。次のページの上です。これも日本から出てきた新しい事実ですけども、子どもの感染において、子どもというのは油断してるから広がってんじゃないか、子どもの中で広がってんじゃないかというのが最初の予想でしたけども、実は子どもの感染はお父さんお母さんからの感染がほとんどであると。学校の中では感染が広がってないという、そういった事実に基づき、緊急事態宣言の2回目では、学級閉鎖、学校の閉鎖というのが行われなかったということは事実かと思います。下の図、これが今非常に大きく問題となっているその数字になります。東京におけるということで示していますけれども、色がついているところの入院療養等調整中、すなわち PCR 等で陽性になったけども、どうすればいいのかということが、チューブラリンです。わからない。入院すればいいのか、自宅に行けばいいのか、宿泊所に行けばいいのかが決められていないような人が、この時点で7000人も超えていたんですね。当然その中から重症例が出て、お亡くなりになるということが残念ながら起きてしまっているという、ご存知の通りかと思います。ここをしっかりとゼロに近づけていくような、そういった対策を早く取っていかないといけないということになろうかと思います。次のページの上、まさに隠れ COVID-19 のフェーズになって、感染蔓延期の中で無症状のコロナキャリアがたくさんいる。この中で皆さん方を検査したら陽性にな人が出てもおかしくないわけですよね。そういう蔓延期になっている。接近した会話でそれでも伝播してしまう。すべての人が感染している可能性があるし、特に高齢者がお集まりになるようなそういった場所が注意しなければいけない。一方で検査に関しましてもいろんな進歩がありました。下の図にありますように、遺伝子検査だけじゃなくて、高感度の抗原検査、簡易抗原検査等が出てですね、インフルエンザと同じように診断ができるようになってきた。しかも、鼻咽頭拭いみたいに奥まで入れるんじゃなくて、自分で鼻の中を拭うだけ、あるいは唾液を取るだけ、それで検査ができるようになってきたということは、非常に大きな進展であり、それをどういうふうに活用していくのかということが、今盛んに議論されています。次のページ。しかしいろんな問題も見えてきました。次のページにありますように、この感染症は症状が出る、発症する数日前からウイルスが排出されて、そして移している。全く症状がない中で自分が誰かに移しているということが起きている。それが大きな問題です。一方でウイルスは感染して1週間ぐらいすると検出されなくなる。すなわち感染性は下がってくるということが明らかになっています。ただ問題は、そういった患者さん、ウイルスが、生きているウイルスが出なくなっている患者さんにおいても、PCR は陽性を持続するということです。すなわち、何を意味しているか。PCR 陽性陽性で見ていくと、その中には感染性のない人が、不必要な隔離が行われているような、そういった状況が生じてしまうということが明らかになってきた。こういうことを分かった上で、どういうふうに対応していくのかということが非常に大事な問題になります。次のページの上、非常に大事な事実として、第2波、第1波ですね、5月31日の時点と、第2波、8月30日の時点での、これ右の赤いとこだけ見てもらえばいいと思いますけども、70歳以上の死亡率が 25% から 8% にまで減少しました。高齢者は依然としてリスクが高いんですけども、それでもですね、第1波と第2波でこれだけ、死亡率の低下が見られているということは、これは非常に大事な事実になろうかと思います。下、ワクチン。非常に期待されるものになるわけですけども、ただ、私たち感染症学会としては、これ過剰な期待を抑えて、
慎重に冷静に判断していかなければいけないということは、今でもそういう思いで教育啓発を行っているわけですけども、ただですね、データは毎日のようにアップデートされる中で、次のページ、世界中で進行するワクチン接種に関して新しいデータが蓄積されてきました。アメリカだけでも1000万人を超えるような人が接種される、あるいはそのイスラエルでは人口の 25%、 250万人を超える人がその接種される中で、その有効性が証明されてきているということは非常にプロミッシングなデータではないかなというふうに思います。もちろん副作用は出てます。しかしそれは予想の範囲内ということでですね、そういった状況の中でいかに日本で効率的に早く必要とする方たちにそれをお届けするのかということが大事になろうかと思います。もう一つ問題が出てきたのが変異株の問題ですけども、これ昨日も埼玉でまた新しく報告されました。しかし大事な事実は、今日本で1万株以上の遺伝子の検索が行われている中で、変異株っていうのはまだ数株数十株ですよね。今の感染の状況においては変異株っていうのは大きな役割を果たしていないというのが大事な事実です。ただし今からこれからどうなるかということは非常に注意していかなければいけないというのも大事な方向性になろうかと思います。次のページの上になりますけども、まさに第3波を今超えようとしているこの状況の中で、ハンマーとダンスの戦略が必要になってくるわけですけれども、今の皆さん方、我々の大きな問題、課題は、この緊急事態宣言をどういうふうに解除に持っていくのか。誰も一気に解除できるなんて思っていない。少なくとも私たちはそう思っている。おそらく、どこかで段階的な、より次の波が起きにくいような戦略を取っていかなければいけない。第一波の時の経験を生かした、第1回目の緊急事態宣言のあの解除の経験を生かしたこの2回目の緊急事態宣言の解除ということにつなげていかなければいけないことになろうかと思います。最後のスライドですけども、これが今やっぱり法律においても大事なところだと思います。このウイルスは人や社会や国に分断を引き起こしてしまうウイルスです。話せない、会えない、会話ができないわけですよね。そういう中で差別や偏見が生まれやすい状況があって、実際にそういうふうな人たちが出てきているということも事実です。それをどういうふうに抑えていくのか、守っていくのかということは非常に大事、私たちの問題でもあり、これはメディアの問題でもあり、もちろん政治の問題でもあるということを考えています。市民と行政、専門家の温度差、リスクコミュニケーション、私たちが考えていることが一般の人たちになかなか伝わっていないというこの現実があります。どうやってそれを伝えて、そしてワンボイスの中で一緒にこの危機を乗り越えていくか、それが今政治に求められているんじゃないかなと思います。国民性というか、日本に住まわれている人たちの協力によってですね、なんとかここまでやってきているわけですけれども、その一方で、ある意味みんなが協力してくれるというのは非常にありがたいことですけども、それが例えば自粛警察であったりとか、いろんなところで差別や偏見につながる、そういったリスクにつながっているということも事実かと思います。それをどうやって防いでいくのか。そして最後はですね、このピンチをチャンスに変えるという、そういうふうな発想の中で、私たちは進んでいかなければいけない。今までに見られた技術、革新、そして連携や協力ですよ。だからこのコロナを乗り越えたときには、我々はですね、より感染症に強い社会を築き上げていなければいけないし、その次に来る、必ず来るパンデミック感染症に対してより高い備えを備えた国になっていかなければいけないというのが大事なところかと思います。そういう視点でぜひ法律の改正も含めてお願いできればというふうに思います。以上です。ありがとうございました。続きまして橋本参考人にお願いいたします。橋本参考人お願いいたします。
東京大学の橋本でございます。私はどちらかといいますと、医療政策とか、あと公衆衛生からの、立場から発言をさせていただくことになろうかと思います。また、先般、ご承知が、おきかと思いますけれども、日本医学会連合、それから日本公衆衛生学会、疫学会などから、特に、感染症法に限ってですが、罰則規定、特に、刑事罰の導入に関しまして、反対声明を出させていただいたんですが、その際の、声明の取りまとめを、私、お手伝いさせていただいたということも、立場として申し上げておきたいと思います。まず今回 の特措法の方は私存じ上げてないというか不得意でございますので、感染症の方に関してのみお話しプラス検疫法に関してのみメンションさせていただきたいというふうに思っております。まず感染症の方に関しましてですけれども、先ほどご紹介いたしました声明の方は、もともと感染症法が、人権に関してかなり配慮した法律として作られてきたということ、それから特に刑事罰を導入した場合に、その実効性、もしくはその現場への混乱というものを考えた場合、その影響を加味していただく必要があるということについて触れさせていただいたものでございます。実は私4月の第1波、それからあと8月の第2波、大学でずっと象牙の塔で座ってるのも申し訳ないと思いまして、4月は世田谷の保健所、それから8月は足立の保健所の方に学生とともに支援に入らせていただきました。本当に現場の医師並びに保健師の方々、住民の方々が非常に強い不安、場合によっては非常に強い感情や怒りをぶつけられる中、一人一人懇切丁寧に説明をして、でそして納得していただく、私も相談電話など取らせていただいて、本当20分ぐらいかなり罵声を浴びされたこともあったんですけれども、それでもコロナとはこういうものです、保健所こういうことをやってますと、こういうふうな決まりで、こういう形で皆さん方にこういうふうに行動をとってもらいたいんですということを、お話を聞きながら、こんこんとご説明していくと、やっぱり何十分ぐらいすると、最後は保健所も大変だと思うけど、頑張ってくださいって言って電話を切ってくださる。まさに現場は、この我々医療、公衆衛生は、患者さんや地域住民の方に、納得して協力していただくことをもって行動変容を図るということを我々の、言ってみれば職務であり、かつプライドと思ってやっております。その点から今回のこの罰則に関してなんですが、もう先生方もご承知の通り、すでに現行の感染症法でも77条に、過料については書いてございます。そこに1個入院が加わるだけじゃないかというふうに仰せかもしれません。ただ実際には調査などそれから報告などに対して不協力だった場合に、じゃあ罰金取ってるかと、ほとんどがあれはバイオテロリズム対策で書かれているもので、住民の方が何らかの理由で拒否されたといった場合に目くじら立てて罰則を適用しているというのは実際にはほとんどございません。むしろ今回必要なのは、どうやって住民の方々の不安を取り除いていくかということに関わるかと思います。実はこれはあまり根拠なくお話しするのも申し訳ないと思いまして、実は私、2010年から首都圏で、4市区住民基本台帳で取ったランダムサンプルの住民調査をずっと続けてるんですが、この12月の24日から、つい昨日までなんですけど、実は1600人の方から COVID-19 の影響調査というものに回答していただきました。本当は資料として配布できればよかったんですが、本当昨日まで取ってて、今日の午前中データの処理をやって分析してきたので、ちょっとまだ資料として配布するにはやや早いと思いまして、口頭でのご報告になることを許してください。その結果見てみると、まずやはり4割ぐらいの方が自分がコロナにかかるんじゃないか、もしくは家族がかかってしまうんじゃないかっていうことを非常に強く不安に思ってらっしゃる。でそしてその不安に思ってらっしゃる方ほど、実は自分や自分の家族がCOVID-19 の影響で差別や偏見を受けるんじゃないかということを
心配してらっしゃる、まあ、その両者の関係性は統計学的に見て優位な関係が見られました。じゃ あ, これに対して、どういうふうに対応していったらいいのか。一方でそういう強い罰則などがなければ実効性が伴わないのではないかという見方もあろうかと思います。それは確かに仰せの通りだと思います。実際悪意を持って妨害する、もしくは抜け出すといったことをやる方もいらっしゃると思うんですが、ただそういう場合には明らかに悪意に満ちてますので、現行法でも、まあ、例えば人に対してわざと移そうみたいなことをする人であれば、まあ、現行法でも傷害罪もしくは暴行罪、もしくは我々医療保健所の活動を邪魔しようとするものであれば、まあ、業務系妨害などを使うことで十分対応できますし、かつむしろ我々医療保健所は人を羽交い締めにする権利は持っておりませんので、むしろそういう形で、刑法の枠でやっていただいた方が警察の力なども借りて有効に対処していけるのではないかなというふうに考えております。では具体的にどうやって人々に動いてもらったらいいのか、まあ、先ほどまた皆様方もご存知のようにどうやって人々の行動を変えていくのかといったところが問題だということはその通りでございます。で、実際今回のこの調査、町と家族の健康調査というのをやってるんですが、この調査で見てみたところ、マスクちゃんとやってますか、ソーシャルディスタンシング取ってますかっていうと、やはり9割5分ぐらいの方はやってますと答えてくれます。まあ本当かどうか見てないので分かんないですが、9割5分の方はやってますというふうに言ってくれています。で、ただ、実際に、それをやろうとして、本当普段どれぐらいの頻度でやってますかっていうと、マスクと手洗いはちゃんとやってるんですけど、ソーシャルディスタンシングとか公共交通機関の利用はそれよりは少し比率が下がります。これやっぱりどうしてもお仕事の関係であるとか生活上の必要性の関係などで、まあ、そういったことが起こってるんじゃないかなというふうに思います。つまり何が申し上げたいかと言いますと、人々の意識はあるので、それをどうやって行動変容につなげるかというふうに考えた場合、そのための環境整備というものを重点にしていただく必要があるだろうというふうに思うところでございます。その点ではすでに我が国は他国に比べても、例えば雇用の確保のための給付金であるとか、これも諸外国に比べて日本はかなりがっちりとやってて、その効果は私は表れているというふうに信じております。ただ一方でプラスアルファ必要なものとしては、先ほど申し上げたような例えば差別に対する対応であるとか、ちょっと私不勉強なのでちょっとよく覚えていなかったんですが、昨年の確か臨時国会で、高取議員の議員立法で確か差別解消法案提出されたかと思うんですが、あれがちょっとその後どうなったか私ちょっと存じ上げませんで、例えばああいうふうなものの展開ということも、まあ、今回考えに入れていただくことはあったのかなというふうに考えております。で、さらにそういう差別だけの問題ではございません。人々の不安を取るということ、実際今回の調査でも心理的な不安の程度というのが、まあ、やはりこれまでの平時に比べると少しパーセントが上がっていました。じゃあどういう方がそういう不安を抱えてらっしゃるんだろうというふうに見てみると、もちろん自分がかかるんじゃないかって考えてる人もそうなんですけれども、一番関係性が強かったものは何かと言いますと、自粛の様子、外に出れないとかそういうものも優位だったんですけど、それ以上に強かったのが生活の見通しが立ちにくい、これが一番相関が高い項目になっております。まさにそういう見通しをつけられるような形で情報を提供していただくということが、一人一人の国民の方々に、賢く動いていただくのに必要なのではないか。その点で今回の改正上、国と都道府県と、そして市区町村で情報の共有を図るようにしていただくような改正がなされたのは、これは大変ありがたいというふうに思っております。で、さらにこれを情報をこう調査などを活用するという部分についても今回改正で入れていただいているのは、これも非常に重要なポイントではないか。で、これを単に調査の結果だけではなく、
その調査の元になったデータなどについても、例えば匿名性などを担保した上で、さまざまな活用を許すことをやれば、例えば接触アプリのもっと良いものの開発であるとか、人々に時々アラートを出してあげて、賢く動くことをアドバイスしてくれるようなアプリとか、そういったものの開発などにもつながるのではないかというふうに期待しているところでございます。そしてやはり何よりも人々にとって重要なのは、そういう形で自分たちがこれを克服していけるっていう自信を持つことにつながるのではないか。その自信をつけるため の今回、特措法並びに感染症法の改正という形で先生方にお取り組みいただいているということについて深く感謝申し上げたいと思いますし、その成果が上がることを我々としても期待しているところでございます。以上、私の方からの発言はこれだけについて、ありがとうございます。ありがとうございました。以上で各参考人からのご意見の会陳は終わりました。これより参考に対する質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。藤原隆君、はい、藤原君。自由民主党無所属の会の藤原隆でございます。参考人のお二方先生方、今日大変ありがとうございました。貴重なお話を伺わせていただきました。持ち時間10分でございますので、早速質問に入ります。可能であれば、恐縮ですが簡潔にお答えいただければ大変助かります。まず舘田参考人にお伺いをいたしますが、分科会のメンバーでもございます。今緊急事態発令後の現状についてどうであるかということ、これは国民の皆様非常に関心を持ってられることだと思います。分科会公式としての発言というのは当然できませんけれど、もし差し障りのない範囲で参考人の個人的見解として伺えればと思っております。はい、舘田参考人お願いいたします。はい、ありがとうございます。緊急事態宣言が1月の8日に発令されてから3週間を迎えます。そんな中でですね、どういうふうに推移していくのか、一人一人が非常に注目している状況ですけれども、今日も先ほど西村大臣の方から教えていただきましたけれども、800人900人弱ぐらいだということを聞いていますけれども、この3週間の中でなかなか最初の段階は下がってこないような状況でしたけれども、ここ1週間2週間はですね、緩やかですけども確実な減少傾向が見られている。そしてそれをどれだけこう続けていけるかということが今大事な問題であって、そしてその先にはおそらく皆さんが待っている、我々が待っている解除ということが見えてくるんじゃないかなというふうに思っています。以上です。藤原君、ありがとうございます。今感染症対策の面から不便を強いられている一般の方々、そういう方々に対してですね、改めて、舘田参考人の方から、国民の皆さんにこれはどうしても伝えておきたいということをもしあれば、ご教示をいただきたいと思います。舘田参考人。はい、緊急事態宣言は、今の緊急事態宣言は本当にお願いベースの中でですね、お願い中心でやっているわけですけども、本当に一人一人の方たちがそれぞれ行動変容を起こしてくださった、その結果が今こういうふうに現れているんだろうなというふうに思います。非常にですね、多分大変な中でやっている人も多いんじゃないかなというところを感じますけども、その辺のところはですね、例えば医療現場のことであるならば、医療現場に対するサポート、あるいは飲食店に対するサポート、その辺のところはですね、政治がしっかりやっていってほしいなというふうに感じているところです。以上です。委員長。藤原君、ありがとうございます。政治の場でもしっかりと国民の皆様の負託に応えられるようにやっていきたいと思います。続きまして、橋本参考人にお伺いをしたいんですが、少し感染症法そのものとはちょっと違う大枠の話になります。委員部からいただいた資料の中でですね、バズフィードニュースの4月30日昨年のですね、インタビュー記事拝見させていただきました。そこをちょっと抜粋で読み上げさせていただきます。今回の感染症では公衆衛生が一体何をすべきかを考えるときに我々は答えを持っていません。政府の強制力で人を囲い社会管理で逃げ切った中国、検査という医学を使うことで人を囲った韓国、自粛という少し忖度や同調圧力を利用した格好付きの民主的コントロールをやっている日本、
どれが成功するかは誰も分かりませんということでありました。まあ、韓国の対応についてはですね、もう少し、まあ、社会管理の要素もあるのかなとは思っておるんですが、1年経ってですね、この問いについて暫定的なお答えがもしあれば伺いたいと思います。橋本さん、参考にお願いします。わざわざフォローを起こしていただいてありがとうございます。実はその点のフォローに関して、ちょうど昨日、韓国と、それからあと北京と香港とマレーシアとの研究者とちょっと交換してみました。で、現時点では結局のところ、どれが効果があるのかは未だにわからないっていうか、国によってやはり元々の体制によって取るべきものが違うと。で、やはり日本の場合には国が強制的にやるよりは、一人一人の国民がこうみんなのためにという形で動くのがやはり一番どうもフィットしてたらしいと思われますので、やはりそこをうまく活用するというのが我が国にとっては一番ふさわしいのではないかなというのが個人的な見解でございます。藤原君、ありがとうございます。いろいろな論評などを見ますと、中国という国の対策というのは表面上はうまくいっているようにも見えます。経済と安全を両立をすると、代わりに人権というものを制約を大きくかけると、その結果として経済と安心を両立をしている。我々のような民主的国家では、人権を大きく制約をすることで経済と安全を両立をするということはなかなか難しい状態でありますので、そういう中で今回、まあ、日本としてですね、どういう道を取るかというのは私もなかなか悩んでいるところがあるんですが、今回の特措法の改正というのはですね、大きくではないと思うんですが、若干こう社会管理的な要素を出してきているということがあると思います。それは何も罰則がどうこうではなくてですね、全体的に見たときに、そういうような方面を強化をしていくと。罰則以外の面でですね、この法律、特に感染症法についてですね、橋本参考人のご意見を伺えればと思います。橋本参考人。今ご指摘がありました中国のやり方に関して一定の効果があったというのは、初期にはどうもあったみたいなんですが、現在ご存知のように北京周辺のところでまた起こり始めていて、で実はそこに入った段階で情報が表に出なくなってしまっているので、実は我々専門家の間でも何が今北京周辺で起こっているのか全く情報が入ってこなくなってしまっています。そういった点では現時点で中国のやり方が中国においてもベストだったかということに関してはまだ検証が必要かなというふうに感じております。で、それとは別に日本におけるこの感染症法においてどこまでその社会管理の要素と、それからあと人権とのバランスを取るのか、もうこれはもうある意味感染症法のもともとのテーゼであるというふうに考えております。で、人権が重要だから経済を捨てなさいというふうなものではない。やはり状況に応じてこれは展開していく必要があると思います。で、その点で重要になってくるのが、どの時点で平時と戦時を分けるのか。まさにこの部分のマネジメント運用の部分に関する規定というものが、おそらく今回の感染症法で追加で求められる要素になってきているのではないかなというふうに感じております。委員長、藤原君。はい、ありがとうございました。そろそろ時間なので最後に一問だけですね、立田参考人にですね、必ずどこかの段階で緊急事態宣言についてはおそらく解除になるだろうと思います。なった後に直ちに現状に服していいのか、それともやはり一般の国民の皆様、我々含めてですね、解除になった後ももちろん基本的な対策をした上でどういうことに気をつけてですね、これから新しい社会生活というか送っていけばいいのかという点についてですね、もし試験があればお聞かせをいただければと思います。はい、以上。はい、立田参考人。はい、ありがとうございます。第1波の時、第1回目の緊急事態宣言の解除、5月の25日だったと思いますけども、あの時には東京での1日の感染者数は10人から20人ぐらいまで下がってたんですよね。
あれだけ下がっていた中で、実はその裏で歌舞伎町とかですね、歓楽街において次の日がまた燃え出そうとしてた、そういうふうなことが後から分かってきました。この経験は非常に大事で、今回の第2回目の緊急事態宣言の解除をするときがチャンスですよね。ある意味大きな火は消し止めた中で、どこが燃え残っているのかということをしっかりと見定めて、そしてそこにターゲットを当てた対策を継続するような、メリハリをつけた対策をどうやって考えていくのかということが我々の使命だというふうに思っています。それとともにですね、一般市民の人たちに関しましては、やっぱり今回いろんなことを経験してきたわけですけども、マスクの有効性、もうインフルエンザが今年は見れないんですよ、見られないぐらいな、他の呼吸器感染症もどんどん減ってきてるわけですね。そういう意味ではマスクの重要性を改めて認識していくこと、手指衛生、手指消毒の重要性を改めて認識していくこと、そして一人一人がですね、感染症に対してより強い社会のために行動変容を継続していくということが重要だというふうに思います。以上です。委員長。はい。ありがとうございました。次に江田康之君。委員長。江田君。公明党の江田康之でございます。本日は特措法並びに感染症法の、審議に入ったその際の参考人質疑ということでございますので、できる限り私先生方からその答弁を引き出したいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。先ほど立田先生からこの感染症法、感染症の専門家であられます立田先生から様々なこのデータを見せていただきました。特に一番先にありましたようにですね、国内のその死亡率において、これ国際的にもそうですけれども、このコロナは死亡率が高い、この 1.4% と、国内でもそのくらいでしょうけれども、先生おっしゃいましたように、この感染者を 1.4%、 100人に1人この死亡するというような効率でしょうけれど、それがゆえに感染者をいかに少なくしていくか、感染防止、拡大防止が非常に重要であるということを示唆されたわけでございます。そこでこの今回のですね、新型インフルエンザ等対策特別措置法案の改正案は、現下のこの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の実効性を、これを高めるがためにですね、まん延防止等の重点措置を創設して、そしてこの営業時間の変更等の要請、また要請に応じない場合の命令及び罰則を規定して、合わせて事業者および地方公共団体に対する支援を行っていくというものでございます。で、今般の緊急事態宣言下においてはですね、昨年4月の緊急事態宣言と比較して、感染者数や重症者数、死亡者数が増加しているという一方で、要請に従わずにこの外出する住民や、また20時以降この営業を継続する事業者も増えている、こうした状況下の中で、本法律を改正してこの感染拡大防止策を強化する、その意義についてですね、先生からまずお伺いをしたいと思います。特にこのまん延防止等重点措置というものを、緊急事態措置の1段階前の段階でまん延防止等の重点措置を創設することによって、この新型コロナの感染拡大防止に対してですね、さらには将来的なパンデミックの発生の際の感染拡大防止に対して大きな効果を私は発揮すると思うわけでございますが、どのような効果が期待されるのか、合わせてこのご答弁いただきたいと思います。以上、立田参考人。はい、まん延防止等の重点措置に関してですけども、私はこの法律は大事な法律になるんじゃないかなというふうに感じています。それはこれはいろんなところで議論されてるし、分科会等でも議論されましたけども、緊急事態宣言の発令というのは、これ殿下の宝刀ですから、そんなに簡単に抜けないんじゃないかですね。で、それだけにその重いわけですよね。しかし実際にはですよ、
その前の段階でもう少し強い措置が取れていれば、これだけ燃え盛らないで、早めの対応がもう少し小さく短くこれを抑えることができたんじゃないかということが個人的には感じています。そういう中で、その緊急事態宣言の前段階として、その前の段階である意味焦点を絞った形、地域を絞った形、少し弱いかもしれないけれども、一般市民の方たちにアラートを出すような、そういうふうな法律、そういうふうなものはあってもいいんじゃないかなというふうに感じています。江田君。ありがとうございます。引き続き、質問をさせていただきますが、ちょっと感染症法についてですね、今日は橋本先生が来ていただいております。で、この公衆衛生の専門家でもあられる先生にお伺いをさせていただきたいと思いますが、一方でこの感染症法の改正では、これこの入院勧告、また宿泊療養、そしてこの積極的疫学調査をについてですね、この感染拡大防止を徹底するという意味で、それに協力しない患者等については、まあ罰則、これは刑事罰に当初なっておりましたが、その罰則を設けることになっておりますけれども、これによって、しかしですね、一方で先生がいろんなところで主張されておりますように、これによってコロナへのこの恐怖心が煽られて、医療従事者や感染者に対する差別、誹謗、中傷がひどくなるとの懸念もあるわけでございます。また、この罰則が課されることを、まあ恐れるあまりに、検査結果を隠す、また検査を受けなくなるといったことになれば、感染状況が、かえって把握しにくくなる、感染、コントロールが、まあ、困難になるということも想定がされます。まあ、したがって、この本来の目的であるですね、まあ、感染拡大防止の実効性、これを高めるということは、今、我が国にとっても大変重要で、この法律の意義があるわけでございますが、一方で、こうした懸念をですね、副作用であるところのこういう懸念を払拭する、この罰則のあり方については、どのように考えられますでしょうか。また、どのように持っていけば、それが両立するものだとお思いでしょうか。よろしくお願いします。橋本参考人。はい、例えば8時過ぎて飲んでるとっていう話に関してなんですが、どうも罰則を使うと多くの方はなぜその罰則があるのかではなく、罰則があってこれをやっちゃいけないならこれはやっていいのねっていう行動を取られてしまうことが多くございます。つまり8時以降飲んじゃダメなら昼間飲めばいいのねって言って、昼間飛沫を飛び散らかして広げちゃってるっていうことが起こっております。やはり人々になぜを覚えていただくということ、そしてそのなぜを知りながら違う行為を取るという場合には、何らか の力をかける必要が出てくる場合もありますが、それはやはり悪意を持ってやられていることだと思います。やはり多くは人々がなぜを十分に理解できてないところで起こっていることであるんだとすると、やはりまず理解を進めていただくということ、でそれがどのようにして自分を守ること、そして社会を守ることにつながるのかということに十分なご理解をいただくのが必要なのではないかというふうに考えております。江田哲君、ありがとうございました。最後にですね、この今回宿泊療養、自宅療養の要請がこれまでは法的根拠がなく行われてまいりました。まあ、これは武田先生にお伺いをしたいんですが、まあ、今回の改正でですね、この都道府県知事による宿泊療養、自宅療養のこの協力要請が新設されることになります。で、この点で、ですね、これまでと、まあ、何が変わると、この専門家からは期待されるかお伺いをしたい。そして、この感染が急拡大している地域ではですね、この自宅で療養する方が急増していて、その中には症状が急変して死亡する事例も、まあ、起きているのはご承知の通りであります。そういう中で、この宿泊施設での療養もですね、推進すべきなんだけれども、まあ、十分な受け入れができていない施設もある。まあ、公明党は、パルスオキシメーターの適切な使い方を、徹底して体調の悪化などを、まあ、迅速に把握するための仕組みを厳格化する、
それとともにですね、オンライン診療とか訪問診療の導入も含めて体調の変化に応じて、この医療機関と確実につながる体制を早急に構築するよう、これは主張してまいったところでございます。こうした状況へのですね、打開策について、先生の方からご見識を伺えればいいかと思いますので、よろしくお願いします。はい、立田参考人。はい、先ほどもありましたように、入院療養を調整中という問題がありますよね。で、それが非常に大きな問題で、一番大事なのはですね、この患者さんは病状、状態から見て、自宅で見てもいいんだよ。あるいは宿泊所の方がいいんだよ。やっぱりこれは入院させなければいけないんだよっていう、その判断が一番大事ですよね。ただ、その中で、今、その病院におけるベッドがいっぱいになってしまって、入院させなければいけない人が入院できないというのはそういった状態になっています。その中にですね、もしも、例えば宿泊所でもいいんだという人がいる、自宅でもいいんじゃないかという人がいれば、それを適切な場所に移して、そして本当に助けなければいけない、守らなければいけない命を病院で見るような、それをですね、よりスムーズに動かすような、そういうふうな法律として、で、お願いベースになるんですけども、ただそういうふうな中でですね、でもいいから、お願いでもいいから、それをしっかりと動かせるような仕組みを作っていってほしいなというふうに思います。以上です。委員長、両先生ありがとうございました。時間でございますので、これで終了させていただきます。ありがとうございました。次に吉田恒彦君。委員長。吉田君。立憲民主党の吉田恒彦でございます。本日は参考人の両先生、本当に大変にお忙しい中、内閣委員会にご出席いただきまして、またお二人それぞれのお立場で大変貴重なご意見を聞かせていただきましたこと、改めて衷心より御礼を申し上げます。今もコロナで苦しんでいる皆様方にお見合い申し上げると同時にですね、我が党の畑雄一郎参議院議員も含め、昨日までにコロナが原因で亡くなった皆様、たくさんの皆様に哀悼の意を表しますとともに、医療現場等で過酷な労働環境の中、感染リスクと戦いながら診療に当たっていらっしゃる医療従事者の皆様にも、まず感謝を申し上げて始めたいと思います。貴重なもう10分の時間ですので、直接質問に入っていきたいと思いますし、また、先生方しかお答えられないだろうという質問をこれからしていきたいと思います。まず、橋本先生に、お伺いしたいんですが、さっき藤原委員からも一部触れられてましたが、先生はですね、コロナを封じ込めるためには2つに1つと、一つは中国が、ですね、監視社会として厳しい罰則で管理をしていく方法をと。で、ただ、中途半端な対策ですね、特に今回、議論の訴状に上がった、過料の設定では逆効果であるような趣旨のこともいろんなところで述べられていますね。隔離政策も、チフスのメアリーやですね、キューバの HIV 対策などを列挙されて、アンダーグラウンドに潜って逆効果だと。そういった質問も先生されておられますよね。で、そしてもう一つの方法は、先ほど先生、触れられましたが、一人一人が自覚を持って行動することとも先生述べていらっしゃいます。この一人一人が自覚を持って行動するという点に関して、さっき抽象的な先生ご発言だったと思いますが、具体的にどういうことを意味するのか、そして本法案にはどのように規定をすべきなのか、先生のご意見をご開示いただけますか。橋本参考人。まず法律上という点でございましたらば、すでに確か169回だったと思いますが、44条の方を改正していただいて、協力を求めることができるという形、そしてあと受けた者は務めなければならないという規定を入れていただいているかと思います。で、その務めることよう、務めなければならないというものをどうやって務めさせるか。って言ったところを、プッシュしていただくということが必要なのではないかなというふうに思っています。具体的には先ほど申し上げましたように、やはりコロナというのが見えないということから、我々専門家は取り扱いについて感覚を持ってますが、やはり見えないものは人々にとって非常に難しいという点がございます。これをどうやって取り組んでいただくかというと、やはり教育といいますか、健康教育という形で情報をちゃんとお渡しするということ。具体的な行動を起こしやすいような、メッセージを出していくということ。
やはりあまり詳しく情報を出すとかえって皆さん混乱してしまうことが多いので、そのあたりの我々の領域というところのヘルスコミュニケーションというふうに言うんですが、コミュニケーションの、技術というものをうまく利用していただいて、啓蒙を図って、啓発を図っていただくというのがいいのではないかなというふうに思います。実はそのための専門組織がないっていうのが実は今一番私は問題なのではないかというふうに考えております。以上です。吉田恒彦君。先生ありがとうございます。重ねてまた橋本先生になんですが、また先生はですね、一層ブラジルのようにコロナをもう野放しにする代わりに高齢者に対して予防線を引くと、こういった戦略もあるのではという趣旨のことを述べられていますね。以前この保健社会行動学の先生、ご専門家でもいらっしゃると思うんですが、高齢者に予防線を引くとは具体的にどういうことであって、また本法案に関してだとどのように規定をすべきであるかということを先生、ご開示いただけますか。橋本参考人。一つの極端な例という形でお見せしたという形になっています。特に今クラスターで管理ができなくなってしまっているというのが田田先生 のコメントからもあったと思いますが、そうなった場合に全員を封じ込めてやるというのが困難であるというふうになるんであるならば、一つの作戦は守らなければいけないハイリスクの人たちと守る方に、つまり防戦の方に傾注して攻めはしばらく諦めるっていうのも一つの作戦かと。ただそれをずっとやるのではなく、期間限定的もしくは地域限定的に行う。今回のコロナはとにかく全国一斉に何かをやるではなく、それぞれの地域と状況に合わせて戦略を立ててポートフォリオをうまく選んでやっていくっていう形でないとうまくコントロールできないのではないかなと。その戦略を選ぶメカニズムというものをぜひ今回の法律の中に取り入れていただくといいのではないか。これ2013年の新型インフルエンザ特措法 の内閣行動ガイドラインの中には実は書いてあるので、それを現実化するようにお働きかけいただけるといいのではないかなというふうに思っております。吉田君。もっと聞きたいんですが、ちょっと時間の都合で、立田先生にもですね、ちょっとお伺いをしていきたいんですが、先日先生、東京オリンピックについて書かれた、先生が書かれた記事を目にいたしました。東京オリンピックの開催について、どのような条件が整えば開催すべきであって、またどのような条件になれば開催を中止すべきかということに関して、さっき先生、国際的なグローバルなデータもお出しいただいてですね、我々にご意見をご開示いただいたので、国内国際双方の要因について、答えていただける範囲で結構でございます。先生個人の試験としてぜひこれは国民が聞きたいと思いますので、ご開示いただけませんでしょうか。立田参考人。なかなか難しい問題だというふうに思います。そんな中でですね、私は前その何か書いたのは、こういった状況の中でオリンピックパラリンピックが開くことができるのはある意味日本だけじゃないかというような、そういうようなことを書かせていただきました。それは日本ではですね、非常に皆さんの協力を得やすいし、みんながマスクをつける、みんなが行動変容ができる、ある意味数少ない国の一つじゃないかなというふうに感じています。そういうような中でですね、まずは日本の感染症の状況がしっかりと落ち着くことが大事です。そしてその上でですね、これ日本だけの問題じゃなくて、オリンピック・パラリンピックは海外からたくさんの人が入ってくるわけですから、そういうような中で、それぞれの国の感染状況が抑え込みながら、そして選抜がしっかり行われてですね、そして選手を派遣することができるかどうか、そこまでいけるかどうかということが次の課題になるでしょう。そしてもう一つは、入ってくる人たちを水際でどういうふうに抑えるのか、その仕組みを日本の中でですね、構築していく。こういったいくつかの要因をクリアして、ようやくオリンピック・パラリンピックにたどり着くことができるんじゃないかなというふうに思います。ただ、まだ今諦めるのは早い。まだ頑張って準備しながらですね、いろんな方策を考えていってもいいんじゃないかなというふうに感じています。吉田君。さっき藤井先生がおっしゃった、攻めのフェーズであることが一つの条件ですよね、先生ね。森のフェーズになったらもうダメだと、藤井先生のさっきのお話聞いてて、今先生のお話聞いて思いましたが、いずれにしろ厳しい状況であるのはもう間違いないですので、どの
タイミングでどうに判断するか非常に重要だと思います。GoTo トラベルの評価も先生にちょっとお伺いしたいんです。昨年9月11日の新型コロナウイルス感染症対策分科会において GoTo トラベルで700万人が旅行した中で陽性者が7人出たことを受けて、先生はこの数字がどれだけ信頼できるかということはあるが、みんなが注意してガイドラインに従ってやればかなり抑えていけるということをこれで感じたいと述べておられます。しかし最近京都大学の西浦博史教授らの研究チームが、詳細もちょっと時間内で省きますが、キャンペーン開始後に旅行に関する新型コロナウイルス感染が最大6から7倍増加したとの分析結果から、初期の GoTo トラベルが感染拡大に影響を及ぼした可能性があると指摘しておられます。この西浦教授の分析について先生はどのようにお考えになられるか、ご意見をご開陳ください。以上、立田参考人。西浦先生のデータ、ちょっとすいません、僕は詳細に読んでいませんけれど、ただこれ大事な事実はですね、人が動けば感染は広がりやすくなるというのは、そのリスクを高めるというのは、これは事実だと思います。ただ今回のコロナに関しましては、人が、街の中ですれ違って感染を起こすような病気ではないですよね。満員電車の中でもマスクをつけて静かにして換気をしていれば、感染が広がる、そのリスクというのはかなり低く抑えることができる。ただ、リスクはやっぱり密になってしまう。その場。それがやっぱりですね、旅行に行って家族旅行で静かな温泉旅行で楽しむというだけだったら、感染のリスクというのはそんなに大きくないのかもしれないけれど、100、1000、万という人が動けば、その中の何組かはですね、残念ながら、羽目を外してしまって、大騒ぎしてしまってということが、それが感染の拡大につながるリスク。そういうようなことはあると思います。そういうような中でですね、フェーズによって、それでも経済を進めるような、してもいいようなフェーズ。しかし今はそんなことやってる時期じゃないでしょうというフェーズ。それをうまく分けながらですね、対策を取っていくということが重要になるんじゃないかなというふうに思います。以上です。吉田君。もう時間来ましたので、一言だけ先生最後に、これ最後大事なことをおっしゃいました。どのフェーズで再開すべきかですね、今の段階で。ステージ2で、再開してもいいというような趣旨のことを政府の方、おっしゃっている方いらっしゃるんですが、ステージ2でも再開すべき、さっき先生大事なことを最後におっしゃいましたが、ステージ2、それだけお答えください。立田参考人、簡潔に恐縮ですが、お願いします。はい、そうですね。これはやっぱり政府の判断になると思いますけれども、最低でもやっぱりステージ2とか、それと全体の状況を見ながら判断していかなければいけない問題だというふうに思います。はい、じゃあ時間ぴったりなんで終わります。はい、ありがとうございました。次に宮本徹君、宮本君。日本共産党の宮本徹です。今日は大変参考になるお話ありがとうございます。共感しながら聞いておりました。まず橋本参考人にお伺いいたします。今回、刑事罰から行政罰ということで、修正協議で行政罰になったわけですけれども、それでも罰則は罰則だということであります。この入院拒否だと、入院拒否だとか、あるいは積極的疫学調査への協力拒否だとかについてですね、罰則が設けられると、これがですね、保健所の担っている防疫業務に対してどういう影響が出るとお考えなのか、詳しく、お答えいただけたらと思います。橋本参考人。はい、刑事罰の場合と、行政罰の場合と、もちろん受ける患者さんの側の方はだいぶ違うんですが、実はこれに関わる保健所の方からしますと、いずれにしても告発といいますか、通告義務が発生するということ、そしてあとまかりなりにもそういう反対したとか拒否したっていう証拠を示さなければいけないということ。実は現行でも保健所は、例えば食品衛生法の違反であるとか旅館法の違反とかで刑事罰もしくは行政罰なども通告告発というのはやってるんですが、そのために膨大な時間が取られるということが起こっています。現状のコロナのこの膨大な量の中で、もしそのようなものが一気に発生したらば、今の保健所ではちょっと業務的に持たないと思います。その点で今保健所にこれ以上の負荷をかけることについては、やはり一定度ご配慮いただく方がいいのではないかというふうに考えております。宮本君。ありがとうございます。
もう一点、橋本さんこにお伺いします。今、保健所への負荷のお話ありましたけれども、その感染をコントロールするという点では、その刑事罰、行政罰の差っていうのはかなりあるのか、あるいは行政罰であってもやっぱり、それを恐れて、検査を受けないでおこうということが生まれる、懸念があるのか、そのあたり教えていただけるでしょうか。橋本参考人。受ける側の方が行政罰と刑事罰の区別がつくかという問題かと思います。どちらにしても罰則だという形で、さらに警察などのお世話になるという形で移れば、懸念している、水面下に潜ってしまうような行動を誘発するかもしれませんし、もしくは、単に交通違反と同じで切符切られるだけだみたいな形であれば、結構気軽にやる方も出るかもしれません。この点に関してはどのような形で通知通達され、国民が理解するかにかかっているかと思います。宮本君。立田参考人にも同じ点をお伺いしたいと思います。本当に、検査を受けてもらうということが私は大変大事なことだと思ってまして、やっぱり第2波が全国に広がっていくとき、はじめ歌舞伎町だとかで、一生懸命新宿区長と新宿の保健所長がホストクラブの皆さんと信頼関係築いて検査を受けてもらって、かなり一生懸命抑えるって活動はあそこでできたんだと思うんですね。そういう点で検査を受けない動きが広がるというのも大変深刻な問題が発生すると考えてるんですけども、その点行政罰を積極的疫学調査の答弁拒否に設ける、あるいは入院拒否に設けることがもたらすデメリットというのはどのようにお考えでしょうか。例えば参考人。法律に関しての具体的なところは私はよく分かりませんけれども、ただですね、大きな方向性としては、私はこれはお願いでベースで進めていくのがよろしいんじゃないかなというふうに個人的には考えています。ですから検査を受けてほしい人受けてください、それとあと入院も含めてですね、お願いの、だからどうしてもお願い、それが守られていない、守ってもらえないというような場合に、それは周りの人の、周囲の人の、国民の安全安心を守るためにという、そういうふうな最低限、最小限のその法律という形で考えていくのがいいんじゃないかなというふうに個人的には感じています。宮本君。ありがとうございます。お願いベースというのは大変よく分かりました。私も基本的には国民の理解と協力で進めるってこそ一番の力が発揮するというふうに思います。あともう一点お伺いしたい、立田先生参考にお伺いしたいんですけども、今回の新型コロナは、無症状の方が広げているというのが実態としてあります。厚労科学審議会でこの法案の元がですね、審議された議事録先日出てきたんですけども、その中でも、議論になっているわけですけども、今回入院拒否で罰則をかけるというのは、感染を広げる可能性があるうちのごくごく一部について罰則を与えているということになるわけですよね。で、果たしてこういうものが感染拡大防止に効果があるものなのかと、今回のコロナのように無症状の人が、罰則がかかる対象の人よりもはるかに多くの人が実際は感染を広げているというものがあるもとで、その感染拡大防止の効果というエビデンスがあるのかどうかと、その辺はどうお考えでしょうか。以上、立田参考人。確かに難しいですよね。それは先ほどもお話しましたように、無症状の人ですから何もわからないわけですよね。自分が感染してるか感染してないかもわからない中で、そういう人たちにどうしていくのかって、そうするとそのランダムスクリーニングみたいな形にしなければいけないような形になってきてしまうし、ただですね、今回のこの法律に関しては、もう少しですね、その先ほどもありましたけども、どうしても言うことを聞いていただけないような、そういうふうな人を対象とした、そのお願いベースではどうしても言うことを聞いていただけないような方に対象とした最低限のその法律的な縛りをつけるという、そういうふうな、私の中ではそういうふうな理解でいます。宮本君。これは
両参考人にお伺いしたいんですけれども、その、まあ、患者は、まあ、感染して、まあ、結構、この間自殺されちゃった方もいましたけども、やっぱり自分は感染して、自分の周りの親しい人たちに広げてしまったということで、まあ、大変、まあ、苦しい思いをされている方もたくさんいらっしゃるのが現状ですよね。そういうもとで、患者に対して背景として罰があるんですよということで調査に協力してくださいと、こういうことをやるのは大変、保健所としてやりづらいというお話をですね、まあ、保健所長さんからは聞いてるんですけども、そういう点はどうお考えでしょうかね。ではまず谷田参考人からお願いいたします。いや、なかなかその難しい問題じゃないかなと思いますけれども、だから先ほどありましたように差別や偏見になるし、そしてそれを苦しんでお亡くなりになるという方がですね出てるということも事実だと思います。まあ、そんな中でこれはやっぱり僕は私たちの責任が大きいなというふうに思いますし、まあ、医療従事者を含めてですねもうですし、あるいはメディアもそうですし、やっぱり政治もそうですし、やっぱり差別や偏見が起きない社会をどうやって作っていくのかということ、それとですよ、罰則みたいなものがリンクしてさらに増長されるようなですね、そういうような仕組みにならないような、そういった配慮というのはですね、僕はやっぱり我々がやっぱりやっていかなければ、医療従事者も含めてですね、やっていかなければいけないなというふうに感じています。続きまして、橋本参考人。やはり法律上は行為があったかなかっただけで見るしかないというところ、一方で実際にはそれが悪意によって起こったものなのか、それとも知識がなかったために起こったことなのか、環境的にそれが果たせなかったのかというところで決まってくるんだと思います。この両者の矛盾をどうやってこの感染症法上で表現するかというのは私は非常に難しいと思います。でその難しさを踏まえた上でどこに踏みとどまるかということをご判断いただくしかないかというふうに思っております。宮本君。時間になりましたので終わります。大変ありがとうございました。次に足立康史君。はい、足立君。日本維新の会の足立康史でございます。今日はありがとうございます。少し、もしかしたらご専門を離れる点もあるかもしれませんが、少し法律の議論、まあ、法律の議論はだいぶ正直終盤でありまして、審議入りする前から政府野党協議みたいなこともやってましたんで、むしろこの法律の今後の運用も含めてね、問題意識を持ってますんでご指導いただきたいと思います。まず公衆衛生、まあ、公衆衛生のご専門だと思います、ね、公衆衛生のご専門だと思います、まあ、両先生に伺いたいんですが、公衆衛生っていうのは感染症が蔓延しないように、まあ、隔離をしたり、まあ、こういうフレームですね。でそれに対して、まあ、保健医療、医療というのは症状がある、まあ、軽症であれ何であれ、まあ、重症、そういう治療をする、全くというか基本的にはまあ別 の, ベクトルというかですね、枠組みを持った世界だと思います。だから今でもですね、感染症の運用については、少し二類相当がきついんじゃないかという議論があって、そのために保健所の体制がまあ、大きな根詰まり、まさに保健所のキャパでさまざまな制約が生まれているという議論があります。だからまあ保健所の体制強化っていうのももちろんあるんですが、まあ、感染者数によってはもう限界なわけですから、むしろそういう感染症法上の位置づけを緩めて、むしろ重症者の治療に重心をシフトしたらどうかという議論が根強く特に臨床医の皆様の間にはございます。こういう議論について両先生どんなご意見をお持ちか伺えればと思います。
舘田参考人、まずお願いいたします。非常に大事な問題だというふうに思います。そんな中でですね、先ほどお話しさせていただきましたように、この感染症の一つの特徴として死亡率に関してはかなり一定の数字で見られる、すなわち感染者が増えれば死亡の数も増えてくるというようなことが明らかになってきていますから、ですからどうやって感染者を抑えていくのか、それがワクチンが普及するまで、あるいはその特異的な治療薬が出てくるまで、どうやって感染症を抑えて乗り切るかということが大事になるかと思います。そんな中でですね、確かにその保健所の皆さん方も本当にもう大変な状況です。私もいろんなところから聞いていますけども、そんな中でその2類感染症をその5類相当、あるいはその違った形にもですね持っていくのかということに、そういった議論もいろいろ出てるわけですけれども、なかなか難しいのは、先ほどお話しましたように感染者数を増やしてしまう、今の段階で増やしてしまうとやっぱり死亡数が増えてくるということを考えながら、どういうタイミングでそれを変えていくのか、これは非常に議論が続けていかなければいけない問題だというふうに思います。続きまして橋本参考人。舘田先生のご専門ではございますが、仰せのようにこのコロナの特徴は、1、死亡率がインフルエンザよりは10倍以上高い、2、インフルエンザと違って無症状がいる、この2つに尽きるかと思います。だからこそ新感染症、指定感染症法扱いという形になっているかと思います。ただし実際の取扱い上5類化する必要が出てくるのではないかという議論が以前からあるのは承知しております。繰り返すようなんですが、守りに入るんならば5類にするしかないと思います。攻めるんならこのまま行くしかないと思います。で、問題は、それを法律上指定変えてしまうと固定してしまうので、簡単に指定感染症と5類の間を行き来できないというところに、非常にこう現場としてはもどかしさがあるという感じに考えております。足立康君。ありがとうございます。大変奥深い議論だと思うんですが、今の枠組みだとですね、すごく荒っぽく申し上げると、もうワクチン頼みというか、ワクチンの議論に今世の中の関心、マスコミも集中してまして、ワクチンがうまくいけばですね、これはマネージ、管理していけると思うんですが、変異株の存在なんかも含めてですね、あるいはワクチンも、いろんな評価が、それは別に感染しないわけでもない、重症化を抑えるとか、ワクチンについても要すれば万能ではないわけでありまして、少し私は野党の立場で言えば、その若干ワクチン頼みが強くてですね、菅政権、私は応援しておりますが、ワクチンでこれこけたらですね、本当にこれ出口がなくなるんで、だから今申し上げたように、もしワクチンというものがやっぱりうまく、この感染症にうまくこう対応しきれない、ワクチンがゲームチェンジャーになりきれないときはですね、今申し上げたようなことも、要は感染症上の位置づけなども視野に入ってくるのかなと思いますが、ちょっとさら問いみたいになりますが、いかがでしょうか。お二人で、舘田参考にお願いします。おっしゃることよくわかります。ワクチンだけに頼るということは非常に危険があると思います。ただワクチンの中でも、今回メッセンジャー RNA ワクチンだけじゃなくて、 DNA ワクチンやベクターワクチンや、あるいはそのホールのワクチンとか、いろんなものが試されていますよね。そういう意味では、こっちのワクチンがダメでもこっちがもしかしたら効くかもしれないというようなですね、そういうふうないくつかの可能性を考えていくということ、それとともに治療薬に関してもいろんな試みが行われています。今はまだドラッグリポジショニングといって、今まであった薬をこっちに使うというようなですね、そういうふうな形でやろうとしているだけですけれども、もっと特異的な治療薬に関しても確実に研究は進んでますから、そういうふうなものが出てくると、本当に風邪としての治療ができるような、そういうふうなことになるのかなというふうに思っています。以上です。橋本さん、ご認
集団免疫的な話はかなり議論があるところなので避けたいと思いますが、ワクチンの効果だけではなくて人々が次第に学ぶという行動を変えていくということはこれから起こりうるというふうに考えています。その点ではワクチンはゲームチェンジャーの一つではあるけれども決してこれだけでゲームが変わっていくわけではないというふうに考えております。足立君ありがとうございます。最後にですね、今日はあるいは国会での議論もですね、罰則の議論が非常に激しく行われて、まあ、協議も行われてきたわけでありますが、私は罰則を罰則だけで議論する必要のある項目もあるんですが、むしろ罰則というのはその目的のある措置がちゃんとこの実行が上がるための一つのまあツールなわけでありまして、罰則以外に例えば、まあ、事業者であれ医療機関であれその保証をしていく、罰則と保証っていうもののこの関係の中でシステムっていうか措置が実効性を上げれるかどうか、そんな思いでずっと取り組んできてます。そういうそので今日実は本会議ですね、私保証ということはやっぱり自民党政権は戦後保証も大嫌いでありまして、勝手に言ってはいけませんけど、まあ、戦争被害も保証しない、こういう感染症もですね有事ですがこれはもう受任限度の範囲内だと、財産権の内在的な制約だと、まあ、こういう整理をしてますが、私はやはり、もう少しですね保障について、新しいもう少し、戦後レジームの脱却じゃありませんが保障についてもう少し新しい、整理をですね、作っていく作業をしながら罰則との関係でまた実行ある制度を作っていく必要があると思いますが、今度もしご意見ございましたらたまりたいと思います。無理、いや、知ら、意見ないということであれば結構です。はい、立田さん、ご入お願いします。私は、医療関係者の立場からすると、やっぱり今回の法律の改定はですね、やっぱり基本的には、その思いは、患者さんに対するお願いという、そういう気持ちで考えていくのが大事なんじゃないかなというふうに思います。ただ、先ほどもありましたように、どうしても聞いてもらえないような、そういった方が出てくる、その可能性もあります。その時にはですね、その人だけじゃなくて、周りの人たちを守るという意味から、最小限のですね、縛りというか、法律を考えていただければ、それは、まあ、刑事罰というのは、ちょっと違うんじゃないかなというふうに感じています。以上です。橋本さん、ご覧に。感染症の方に関しましては、今、立田先生がおっしゃったもの、プラスアルファ、一切罰則というものに関しては、やはり踏みとどまるところで考えていただければと思っております。特措法に関してはコメントしないと冒頭申し上げたんですが、素人ながら拝見していて、補償ももちろんだと思うんですけど、プラス医療機関、それからあと一般のビジネスの方々が、他に生き残れる道を作れるような形で、まあ、様々な、まあ、言ってみれば、特区的な形で、いろんな機会を与えていただくということも合わせてご考慮いただくのがいいのではないか。その点では、河野大臣がやってらっしゃるような、官庁をまたいだ形でアプローチしていただくのがいいのではないかな、というふうに個人的には考えております。足立君。はい、ありがとうございました。次に岸本周平君。岸本君。国民民主党の岸本周平でございます。今日は立田先生、橋本先生、参考人のご出席ありがとうございます。まあ、お二人とも大学人ということでございますので、まずお二人にお聞きしたいことがございます。今ですね、医療の逼迫の問題、あるいは医療崩壊の問題等が、いろんな理由が言われていますけれども、まあ、例えば公的等病院あるいは公立病院は比較的受け入れてるんだけれども民間病院はなかなか引き受けていないよね、引き受けられないよねという意見があります。まあ、これ少し乱暴な意見でして、民間病院は200床以下の病院がもう8割ですからとてもとても無理です。それから民間病院でも400ベッド以上のところはもう8割がコロナ患者を受け入れていらっしゃいます。特に有名な杉並区の川北総合病院さんは、407ベッドの中でですね、なんと101ベッドも空けられて、43ベッド
受けられていると、民間病院でですね、そういうところもあります。一方で大学病院でもですね、ほとんど受け入れてるんですが、すごく協力していただいている病院と、まあなんちゃってというと失礼なんですけれども、形だけ受け入れてらっしゃる病院の差があまりにも大きいような気がいたします。これ文科省にですね、ちょっと内訳を聞いたんですけれども、まあ、内訳は勘弁してくれということでしたけれども、まあ、聞いてみますとですね、80ベッドが一番多いですかね。で、40ベッド以上を出していただいているところが、12しかありません。20ベッド以上でも60ですね。だいたい130ぐらいの受け入れ病院の中で。で、まあ、5とか4とか1とか、まあ、たくさんあって、そういうところがありますし、また公立病院、公的病院等についても私、厚労省にちょっと実際教えてよと申し上げたらですね、なんと把握してないって返ってきたんですね。いや、今度の法律は病院に協力要請するような立て付けですので、それじゃ立法事実がないわけだって言って聞いてみたら、一応ですね、分かってますと2回目に答えてきましてですね、それはいわゆる GMIS ですね、新型コロナウイルス感染症医療機関等情報システムの情報があるので、実は病院の総合の数と受け入れ可能数と患者数は把握してるんだけれども、まあ、任意で記入していただいてるんで、お答えできませんということでした。まあ、できればですね、そういう高度急性期とか急性期のベッドをたくさん持っていて、そういうふうに居続けられている病院の皆さんにはぜひ協力していただきたいと思うんですが、まあ、どのようにすればよいのか、お二人の先生方のご意見を聞きたいと思います。立田さん、ご意見をお願いします。その問題は今回ですね、非常に大事な問題としてクローズアップされてきたと思います。これなかなか日本の今までですね、パンデミック感染症に対する備えができてなかったということが大きな問題ですよね。だからよく言われるように、SARS とか MERS を経験した国はそれなりの備えがあったけれど、日本はそれを幸いなことに経験しなかったから遅れてしまったというような、そういう反省、まあ、パンデミックインフルエンザのこともあります、まあ、そういうようなこともあって、その反省が生かしきれてないということがあるんですけども、そんな中でですね、今回病院のベッドはたくさんあるんだけど、新型コロナを受け入れているその不均衡、病院によっての不均衡があるということ、それをなんとかですね、うまく是正しながらですね、より効率的な組織的な体制にどうやって仕上げていくのかということが大事だなというふうに感じています。まあ、そんな中で一つ民間病院の活用ということもあるんですけども、ただ民間病院にはですね、おっしゃったようにいろんな病院があるし、今まで受け入れてないところに無理やりに受け入れていただいたら院内感染を起こして大変なことになってしまいます。ですから民間病院だからというふうな形で数を決めてやるというような、そういうふうなことは少し難しいのかなというふうに思っていて、ただ地域の中で例えばコロナ専門病院があり、そしてそれをサポートするような大学病院があり、あるいは基幹病院があるとか、地域の中でその、まあ、危機管理の視点でそういうふうな仕組みをどういうふうに作っていくのかという、それをですね、まあまあ、これを乗り越えた後なのかもしれませんけども、組み立てていかなければいけないなというふうに感じています。橋本参考人。まさに今田田先生がおっしゃったように、これは病院の一つ一つの組織で解決できるものではないので、地域全体でやるしかないと思います。その点ではすでに、まあ、医政局マターにはなりますが、すでに地域医療推進協議会などがあり、かつ地域推進医療法人などもございます。実際民間病院などでは、私が知っている限りではちょっと具体名を挙げていいか分かりませんが、上尾中央病院グループなどはグループ内で機能シフトしてコロナのベッドを開けるというような工夫もされているというふうに聞いております。そういうものを地域医療推進協議会などをうまく利用する形で展開することは現行の医療法の下でもできるのではないかなというふうに考えております。岸本君。ありがとうございます。確かに今もう一つの問題点がですね、コロナは治ったんだけれども、フレイルとかですね、お家に帰れない、その方を受けていただく病院がないというようなことでしたが、まさに地域医療の中でですね、やっていただくことが、まあ、今でも大変大事なんだろうと思います。ご主催にとのご意見ありがとうございました。もう一つですね、これまでも少し議論出ましたけれども、
社会規約的な観点からもそうなんだろうと思うんですけれども、あるいは分科会の委員をされている田田先生にもお聞きしたいんですが、リスクコミュニケーションっていうのが、まあ、まさにとても大事なことになってくるんだろうと思います。まあ、ぜひ、お二方から今回のような感染症の場合のリスクコミュニケーションのあり方について、要点と、まあ、これまでの政府のリスクコミュニケーションのあり方についてのもしご評価いただければ、順番にお願いしたいと思います。立田さん、ご案内お願いいたします。はい、はい、今回ですね、改めてリスクコミュニケーションの重要性というものを私個人は勉強させていただいています。分科会の中でもですね、多くのですね、リスクコミュニケーション関連の先生方にお入りいただいて、その方たちの意見をいただいて政策につなげようとしているわけですけれども、やっぱりなかなか難しいですね。本当に難しいなと思って感じています。で、もう最近のテレビとか新聞とかを、まあ、なかなか見ないような人たちもいらっしゃるというふうに聞きますし、まあ、そういう人たちに、まあ、SNS を使ってどういうふうにそのメッセージを伝えていくのか、しかしそれだけでもなかなか動いていかないというふうに思います。まあ、先ほどその議論がありましたけども、やっぱりこれは我々の一人一人の感染症に対するリテラシーをどうやって高めていくかという教育啓発の問題であってですね、それをしっかりと据えながら、まあ、中長期的にもその戦略を練っていく必要があるんだろうなというふうに感じています。橋本参考人。このリスクコミュニケーションに関しましては、まあ、例えばすでにあるフレームとしては、米国 CDC などがエマージェンシー&リスクコミュニケーションのフレームというものを用意して、あとマニュアルも用意されておりますし、あとこれ COVID-19 に特化したようなものもすでにホームページ上で入手できるようになっております。ただそういうものが発達しているアメリカですら、まあ、ああいう状況でございますので、決してリスクコミュニケーションだけでものが変わるというわけではないということは明らかです。ただやはりあった方がいい。でかつ、これに関して、特化した部局が厚労省の中にはございません、もしくは内閣府の中にございません。また恥ずかしながら我々研究者の側、公衆衛生の側でもこのリスクコミュニケーションに関して極めて研究者の数が限られているというような状況がございます。この点はぜひ今回、強化する先ほどの情報システムに加えて強化のため の投資というものを考えていただきたいというふうにこの機会に申し上げたいと思います。岸本修平君。時間の関係もありますが、最後に一問だけ橋本先生にお伺いしたいと思います。まあ、社会疫学の観点からなんですけれども、この感染症だけじゃなくていろんな健康被害がですね、広がっていく中で、例えば虐待が増えているのではないかとか、それから特に若い女性の方の自殺が増えているようだとかいうことがありますので、こういうことを守っていくためにですね、何が必要かぜひお教えをいただければと思います。橋本参考人。貴重なご指摘だと思います。これに関してはやはり従前通り弱い人たちをどういうふうに見ていくのかというサービスをやはり徹底していただくということ、それからあともう一つはやはり社会がこの時にこそ周辺に目を配っていただくということ、これをどのように関与していくかにかかっていると思います。で、私はこの弱者を救うということとコロナ全体を克服するということは同じベクトル上に乗っているのではないかというふうに信じております。岸本君。終わります。ありがとうございました。これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。この際一言ご挨拶を申し上げます。参考人各位におかれましては貴重なご意見をお述べいただきまして誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして熱く御礼を申し上げます。ありがとうございました。この際連合審査会開会に関する件についてお分かりいたします。ただいま審査中の法案に対し厚生労働委員会から連合審査会開会の申し入れがありましたので、これを自作するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。また、連合審査会において政府参考人及び参考人から説明または意見を聴取する必要が生じました場合には出席を求め説明等を聴取することとし、その取り扱いにつきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。なお、連合審査会は来る2月
1日月曜日午後1時から開会いたしますので、ご了承願います。次回は来る2月1日月曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。